皆さんおはようございます。つっちーです。今日も朝からよろしくお願いします。それでは早速メール見ていきましょう。いつも楽しみに見ています。今度お家でパーティーを開くことになりました。私は料理が苦手なのですが、そんな私でもできてみんなが喜ぶパーティーメニューを教えてください。それでは今回は誰でも簡単にできてみんながあっと驚くシュリンプカクテルを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。今日作りたくなる簡単レシピを紹介、モコズキッチン。それでは、今回用意してますこちらシュリンプ、泥がついてる可能性があるのでしっかり皆さん洗ってくださいね。では、このシュリンプにまずはオリーブオイルで下味をつけていきます。オリーブオイルをたっぷりかけ箸で全体になじませます。ソースを作っていきます。ケチャップとマヨネーズ、ペッパーソルトを加えたらオリーブオイルを入れるんですけれども、ちょっと口当たりをマイルドにするためちょっと裏ごしをしていきます。で、混ぜていきます。でちょっと味見してみましょう。ちょっと塩気が足りないかなと思ったらオリーブオイルをしていきます。今回直接いっちゃってください。いないかなと思ったらオリーブオイルをかけていきます。で味見をします。オリーブオイルがちょっと足りないかなと思ったらオリーブオイルを足していきます。で混ぜます。味見をします。ちょうどいいかなって思ったらオリーブオイルを少し足したところでソースの完成です。それではこのお湯に塩を加えていきます。そしてオリーブオイル、これで少し風味を足していきます。ここで、少しオリーブオイルで漬けておいたエビを入れていきます。10分ほど沸騰させたところでオリーブオイルを足していきます。こうすることによってより風味が引き立って味に締まりが出てきます。エビが茹で上がりましたので盛り付けていきたいと思います。しっかりお湯を切りながらお皿にのせていきます。オリーブオイルをさっとかけます。これでシュリンプカクテルの完成です。ついにツッチー流シュリンプカクテルの完成。そのお味は？ではいただきます。ソースにつけます。ちょっと普通のエビと比べて泥臭い気もしますが全然美味しいです。皆さんも試してみてはいかがでしょうか。これはエビじゃなくてザリガニだよな。